緊急特番、激録、特殊詐欺撲滅、24時。特殊詐欺の主犯格だった船山に来て。これが船山さん？そうですね。僕の船山かな。大丈夫？これ行って。でも、行くし、行ってるし。行こうか。今回の特捜記者学園初等部は、最近何かと話題の特殊詐欺を撲滅するための緊急特番をお送りいたします。東京某所に呼び出された俊とサラ、特殊詐欺事件の元受刑者クナイム氏に特殊詐欺の仕組みや闇バイトの実態を突撃インタビューします。じゃじゃじゃーん。刑務所のですね、証拠番号2716番、フナイムと申します。どうもよろしくお願いします。フナイムさんは2015年に特殊詐欺主犯として詐欺罪で逮捕され、懲役5年4ヶ月の判決が下され、2021年に出所後は特殊詐欺や闇バイトなどの犯罪を撲滅するために講演会や SNS での情報発信、メディア出演などで活躍中です。はい、よかった。怖そうな人じゃないね。え、怖そうな人だと思ってたもん。だってこの写真の人めちゃくちゃすごくないですか。イカチン。あ、これ僕ですよ。え、これ僕です。祖父とかじゃなくて。はい、祖父誰が祖父おじいちゃんじゃないです。僕です、僕です。失礼しました。そう、35歳の時に捕まって、僕今43歳なんですけど、はい、その時の写真です。若返ってません？そうですね、刑務所行ってからいろいろ若返りました。すごい。そうなんですよ。刑務所で若返られんだね。はい、まあ元々その僕は特殊詐欺の主犯として逮捕されまして、で5年4ヶ月の懲役を言い渡されて、2021年の1月に出所してきて、はい、そこから僕は今犯罪撲滅活動として、その自分のその特殊詐欺をしてきた、手口とか、あとは詐欺師の考え方とか、こうやったら被害に遭わないんだよとか、あとは加害者になるとこういうことになってしまうから絶対やめた方がいいよ、そういうようなことをですね、皆さんに発信しています。へー、はい、そうなんですよ。特殊詐欺って、うん、なんですか？特殊詐欺って、うん、そうか、聞いたことないですか？全然ないですね。今日はね、とりあえず2人に集まってもらったのは、その特殊詐欺って呼ばれているものを、闇バイトとかもそうなんですけど、これをちょっとね、2人に知ってもらって、皆さんにね、いろいろ広めていただければいいなと、いうふうに思ってですね、はい、今日はね、ぜひ来ていただいたんですけれども、はい、ありがとうございます。特殊詐欺のニュースとかって、なんか聞いたことないですか？例えば、高齢者の人が、じゃあ8000万円騙されましたとか、そういうニュース聞いたことないですか？オレオレ詐欺とかしたんですね。そう、それは聞いたことあります。聞いたことある、うん、そう、ローレもまさにその通りで、そういう詐欺事件というのがたくさん起きてるんですよ。そうで、現に僕自身も、高齢者の方に詐欺をやってたんですよ。電話してました。テンテレレン、テンテレレンなんてそんな軽い感じではないんですけどね。そう、でも本当に電話してたんですよ、僕も。すごい。で、手口もいろんな手口があるんですけど、その手口って基本的に変わらないんですよ、昔から。変わらないものなんですか？そう、マニュアルっていうのがあって、でそのマニュアルの通りに基本的にはやってるだけなんで、でもなんかあの手この手で新しく見えるんだけど、それはちょっとその時代に合わせてやってるだけであって、はいはいはい、今日はそのあたりのね、特殊詐欺の裏側とかも話ができるなと思ってるんですけど、はい、あともう一つは闇バイト。あ、漫画とかでよく見るやつ。あ、知ってます？漫画だけ見ました。漫画だけありますよね、闇バイトって漫画がね、めっちゃお金もらえるやつです、ね、そう、めっちゃお金もらえるやつあると思うんですけど、でもそういうのってやっぱりね、すごい高収入、たくさんお金あげますよ、ね、すごい簡単ですよ、日当20万ですよ、最高ですよね。最高です ね、 ね、もらいたいですよね。もらいたいです。でもそのもらう裏には泣く人がいっぱいいるし、警察に捕まるかもしれないし、そんなことになったらどうですか？嫌ですよね。そうです、家のハムスターが出してしまいますね。はい。
かわいそう、それはかわいそう、はい、だからそういうのも含めて、うん、絶対ね、やっちゃいけないんですよ、うんうんうん、だからそういった、まあその闇バイトのね、うん、まあどういった誘い文句で来るのかとか、うん、闇バイトってどういうものなのかっていうのをお二人に今日勉強してもらって、はい、で、周りの人たちにもし闇バイトとか、うんうん、特殊詐欺とか、うん、そういうことに合いそうになった人たちに、うんうん、まあ手助けしてもらえればなお、はい、思って今日はお二人を呼んでおります、はい、ってことはそれを学べば私たちはもうそこから逃げられる、はい、そうです、引っかからない、引っかからない、大丈夫、ありがとうございます、はい、そんな感じでちょっとお伝えしていくんでね、はい、はい、今日はよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。1年目特殊詐欺の種類、はい、ということでね、今日は、特殊詐欺のまずは講義からねちょっと始めるんですけれども、はい、まずその特殊詐欺ってまあいろいろあるんですよ、うん、何種類ぐらいあると思います？皮膚、皮膚から数えるから初めてちょっとちょっと古かったかなうーん、いくつだと思う？そんなにない、わかった、私19歳だから19個、あ、しゅんちゃんいいとこついた、え、嘘、やばい、しゅんちゃんいいとこついた、やばい、これはボケようと思ってちゃんパターンだ、さらちゃんどうですか、うん、20、お、1個増やした、お、増やした、お、いやあのね、もっとあるんですよ実は全然違うもっとあります、だけど、そのいっぱいある中で、うんうん、結構その流行してるものをね、うん、今日はちょっと紹介していこうと思うんですけれども、流行りの、はい、まず特殊詐欺の種類、今日全部で一応とりあえず 6個ちょっと紹介しようと思います、全然少なかった、はい、はい、まあ、これが一番ねその最近というか、まあ、すごい流行ってるものなんで、うんうんうん、はい、まずは今このさっきね、サラちゃん言ってくれましたけど、オレオレ詐欺、オレオレ詐欺ね、これは、はい、分かりますか、どういう詐欺か、オレオレ、そう誰オレオレ誰今ね、私詐欺ってのもあります、ね、女の子が娘を語っていや私だけどっていうのもあります、わあすごい、そうオレオレ詐欺ね、はい、で2つ目がですね、はい、融資保証金詐欺、これ聞いたことありますか、融資、ああ銀行とかのってことですか、おいいですね、おいいですね、なんかいいですね、しゅんちゃんいいですね、さえまたるそう、まあお金を貸すっていう、はい、まあその金融業者が要は例えばじゃあサラちゃんにじゃあお金貸しますよで、じゃあ担保とかその保証人とか、まあ、そういうのなしで大丈夫ですよって最初言うんですけど、でもすいませんって審査したら担保保証人ちょっと必要になっちゃいました、だけどあの保証金っていうのがあってそれを入れてもらえればこれあのすぐ融資できるんでお金先に入れてもらっていいですか、それが担保になるんでって言ってお金入れてもらって融資しないっていう、先払いってことなんですね、そうなんですよ、ああなるほど、まあ、こういうのがある、うんうんうん、で3つ目、事件巻き込まれ型詐欺、事件巻き込まれ型詐欺、はい、はい、これ想像つきます、って事件にあって、おおで、慰謝料が払わないといけないんだ、ちょうだいみたいな感じ、ああもう本当になるかも、すごい、もう騙されない人みたい、すごい、騙されます、私騙されないんで、素晴らしいですね、ありがとうございます、しゅんちゃん素晴らしい、そうもう本当にねまさにその通りで、要はその電話とかで、うんうん、あのかかってきた時に。あなたの例えば家族とか、じゃあ例えばあなたの彼氏さんとか、まあ、旦那さんとかが、こういう例えば事件を起こしました、じゃあその痴漢で捕まりましたとか、じゃあ例えばその盗撮で捕まりましたとかで、相手の女性が、まあ、あのすごい怒ってますと、でこのままだと警察に行きますと、だけど、示談金でこの示談をすればお金払えば大丈夫ですよとか、あとは高齢者の方にかかってくるのはあなたの銀行口座が、うんうん、要はその振り込め詐欺とか、まあ、そういったものに使われてますと、情報が漏れてしまって、うん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 、で、しかもその詐欺グループにマネーロンダリングとしてそこの口座を使われてますと、うん、だからあなたの口座このままにしておいたら捕まっちゃいますよ、警察が入っちゃいますよ、うん、でこれを解決するにはあの弁護士費用と、あとはこの解決金みたいなのが必要になってくるんで、それだけやってもらえれば全然大丈夫なんでみたいな、こう死に滅裂なことを言ってくるんですよ、普通に聞いてたら全然おかしいことなんですけど、
なんかその高齢者の方とかっていうのはそういうので認知機能がやっぱこう下がってるんで、こうとにかくパニックになってしまってお金を払ってしまう、まあ、そういうようなね事件の巻き込まれ方詐欺っていうのがあるんですね。であと次はね、あのキャッシュカードのすり替え詐欺っていうのがあるんですよ。ほう、はい、これもねめちゃくちゃ流行ってるんですよ。ほう、これはあの、まあ、さっきのちょっと事件巻き込まれ方とちょっと似てるんですけど、あのあなたの、まあ、銀行の口座が、まあ、今ちょっとあの事件に使われちゃってストップしてますと。で、ちょっと2週間ぐらいちょっと使えないんで、その手続きの方にあなたの自宅の方に行きますから、あのキャッシュカードと暗証番号を書いた紙を用意して待っててくださいと。で銀行協会のものが行きます。でそこに行くじゃないですか。でそうすると、私銀行協会のものでこうスーツ着るんですよね。であのじゃ あの銀行のカードを用意していただいてますよね。でじゃ あのすいませんけど、こちらが裁判所指定の封筒になるんで、こちらにご自身でちょっと入れていただけませんか。でこう自分でおばあちゃんとかおじいちゃんが入れるわけですよ。じゃあここにちょっと封筒していただけますか。封をしていただけますか。で封をしました。で、あすいませんって、あのこちらの封をしたところに印鑑がちょっと必要になるんですよ。だからちょっと印鑑をちょっとお持ちであれば持ってきていただけませんか。私このまま持ってるんで。そしたらおばあちゃんとおじいちゃんは、あ、わかりました、印鑑ですねってこう家の奥に行っちゃうんですね。その時にこの封筒、カードが入った封筒を胸に入れちゃって、今度違う同じような封筒をここに置いてですね、待ってるわけです。怖っ。で、おばあちゃんおじいちゃん帰ってくる。で、あ、じゃあすいません、ここに押していただけますか。ピッと押す。じゃあ、すいません、確認なんですけど、今、カード入れましたよね。入れました。自分で封しましたよね。しました。自分でハンコ押しましたね。押しました。じゃあこちらお返ししますんで、おう、これお返ししますんで、あのこちらからご連絡があるまではあの封を開けないでください。でもその中にはトランプが入ってるんですよ。カードと同じ厚みのトランプが入ってるんですよ。それこそババとか入っててウェーみたいな。いやもう本当そんな、怖いよ。だから本物のカードはこっちに入ってるし、で2週間経って連絡来なくて開けたらトランプ、しかもその間にもう使われてますよね。そう、暗証番号も入ってるから、もうその日のうちにお金引き出されて、っていう、これが、まあ、キャッシュカードすり替え詐欺のがあります。はい、であと2つ、架空請求詐欺。うん、これはもう分かります、なんとなく。うん、まあ、使ってもいないような、例えばアダルトサイトとかね。まあ、例えばなんかそのいろんな、まあ、アダルトサイトが結構多いんですけど、まあ、そういったところから、あなたのいついつに何時頃に、この料金見ましたよねと。でこれが258,982円なんですよと。だけど今お支払いしていただければこれ15万でいいですよとか、なんかよく分かんなくて下がるんですよ下がるんですけど、さ、まあ、そういう架空請求っていう詐欺。そして最後、これはあの高齢者の方がよく、まあ、あの引っかかってしまうんですけど、還付金詐欺ですね。還付金詐欺、はい、還付金、これはですね、あの役所から、まあ、電話がかかってきたりするんですけど、丸々さんと、あの、まあ、実はあのその還付金といってお金が戻ってくるんですよと。はい、あの納めすぎた税金がちょっと戻ってくるんで、よかったら それを受け取っていただきたい。で受け取るにはあの銀行に行っていただいて、その ATM の操作が必要なんで、ちょっとあの電話しながら、あのこのまま ATM 行っていただけますか、って言って、まあその ATM に行かすんですよ。で、じゃあすいません、こちらの方で受け取りの手続きしますんでって言って、こう、巧みな言葉でこう、説明をするんですけど、いつの間にか、じゃあすいませんけど、あの最後に一回これお金振り込んでいただいて、振り込み、ここにセットしていただいて、ピッてあの振り込みボタンを押してくださいと。で、じゃあ押しました。はい。じゃ あのこの後還付金の手続き入りますんで、10分後にちょっとあのこちらからまた連絡入れますんでみたいな感じになって、結局それで振り込み完了してお金だけ取られて、還付も何もないっていう。最初はお金をあげますっていう電話なのに、いつの間にかその言葉巧みに振り込ませるようなトークに持ってって、そのまま ATM で振り込ませてしまう。まあ還付金詐欺、これもあの高齢者の方がすごい引っかかる。すごい、はい、詐欺があるんですよ。でもこの他にももっといっぱいあるんですよ。だからはっきり言って説明しきれないぐらい種類があります。だからもう
そうですね、今日一日じゃ学びきれない量なんで。学びきれない、はい、19、20ありますよ、はい、あります。現在流行している詐欺をもう一度おさらいしましょう。ご家族やご友人にもぜひ教えてあげてください。特捜記者楽園初等部。2年目、特殊詐欺犯罪グループの実態で、まあその詐欺、うん、じゃあその詐欺師たちってどういうふうにその犯罪をやっているのかっていうところをね、うん、結構知りたくないですか。詐欺師たちってことは一人じゃなくて複数系ってことですか。うん、実はそうなんですよ。特殊詐欺ってグループでやってるんですよ。うん、うわ怖っ。そう、みんなでそのグループで役割分担があって、それぞれでその役割分担をしながらその一人の高齢者を騙したり、しゅんちゃんを騙したり、さらちゃんを騙したりするわけですよ。一人をグループで。そうですよ。怖いわ。怖いでしょ。怖いよ。騙されちゃいますね。ね、2対1なら勝てるかな。相手は詐欺師ですからね。そうなんですよ。で、その特殊詐欺の分担なんですけど、じゃあどんな、まあ、ものがあるかっていうと、まず特殊詐欺ってお金を受け取る人がやっぱすごく大事なんですよね。そう、仕事として、まあ、仕事っていうか、まあ、仕事って言っちゃいけないんですけど、役割なんですよね。はい、でその中で受け取るのは受け子って呼ばれる人がいます。受け子、はい、受け子っていうのはその、例えばじゃあしゅんちゃんとかさらちゃんのお家とかに行って、そのキャッシュカードを受け取ったりとか、お金を受け取ったりとかする。ああ、印鑑を押してくださいとか。そう、その人を受け子、はいはいはい、受け子さんね、受け子、はい、さんはいらないから、はい、受け子ですね。受け子、はい、受け子なんですよ、うんうんうん、で、うん、その後、うん、受け子がお金とか、まあ、キャッシュカード、うん、まあ、キャッシュカードを受け取りました、うん、そしたら今度また違う人にキャッシュカードを渡すんですよ。あ、その人がやるわけじゃない。その人がやるパターンもあるんですけど、基本的にはその人からまた違う人に渡すんですよ。で、その人がそのキャッシュカードで銀行からお金を下ろす、ATM からお金を下ろす、これを出し子って言うんです。出し子、はい、出し子、はい、お金を出す人だから、そのままですよ。そうなんですよ、出し子、はい、そして、まあ、一番ここがメインになってくるんですけど、そのお金を運ぶ人がいるんですよ。この、また運び屋ですか。そうです、まさに、もうおっしゃる通り。しゃー、すごい、イエーイ。やってました。やってないです。やってない。残念ながらやってないんですけど、ちょっとアニメの見すぎですかね。よく知ってる。あ、違う、あの特番とかでよく警察24時とか、うん、ああいうのよく好きで見てました。あ、なるほど、素晴らしい。そう、はいはいはい、運び屋っていうのが、はいはいはい、この運び屋っていうのは、被害、まあ出し子とかがお金を出して、でその人にまた渡して、その運び屋が今度その、また上の人間にですね、お金を渡しに行く。ほいほいほい。で、この運び屋は他にも、その上の人間から、その受け子とか出し子の人に、まあ、給料みたいなのを、給料というか報酬をですね、まあ、渡しに行くんですけど、ほいほいほい、はい、で、それと、まあ、一番の、その詐欺の
重要なところっていうのが電話をかける人。電話、はい、これかけ子っていうんですか、ね、かけ子、はい、かけ子、もうこれが一番要ですね。この人たちがいなければ結局できないんで、もうこの人たちはもうほんと言葉巧みに口がうまくなるってことですね。はい、まあ、僕もずっとやってました。お、はい、かけ子やってました。そして、はい、まとめ役です。まとめ役、はい、特殊詐欺の主犯と呼ばれる主犯、僕ですね。あれ、はい、はい、はい、あ、じゃあフナイムさん、主犯はフナイムさん、まあ僕でしたね。はい、で僕の仕事っていうのは何かといったら、うん、まあそのかけ子もそうなんですけど、うん、他人名義の携帯電話の手配とか、うん、自分の名義じゃないですね、他人の全く違う人の名義の電話の手配をしたりとか、うんうんうん、あとは今こういうね事務所、もう本当にこう、あの僕がやってたの、うん、詐欺の事務所みたいな感じですけど、こういう 1K みたいな、本当にこういう感じなんですよ。ここでやってた、もしかして。いや、もう本当にこういう感じで、で、まあ、こういう事務所をまた他人名義で手配するとか、うん、他人名義でなんですね。全部手配で、自分の名義出しちゃったらバレちゃうじゃないですか。あ、そっか、はい、捕まっちゃうので。で、あとはその銀行口座、これも全く他人名義、すごい、手配。あとは名簿、名簿、うん、名簿っていうのはその例えばターゲットになる被害者の方の名前と住所と電話番号、資産状況とか貯金とか、そこまでバレる、何を買っている人かとか、怖っ、全部わかるんですよ。そういうのの名簿を用意したり、あとは人、要は受け子とか出し子の人間って捕まっちゃったらまた違う人補充しないといけない。怖いよ、助けてくれないんですね。まあまあ助けた場合もありますけど、うんうんうん、でも急にやっぱ何ていうのかな、使い捨て、まあ、使い捨てにかなっちゃうんで、だから新しい人間の加工とか、あとは万が一捕まった時の弁護士の一応加工、あ、仲間ってことですか、弁護士も仲間というか、まあ事前弁護士をこの人に頼もうみたいな、うーん、そういう弁護士も用意しておくっていうのが、まあ僕の役目だったんですね。あ、すごい、はい、うん、でまあ僕が、まあ、お金をこう渡してたんですね、うんうん、はい、まあ、従業員の方に、まあ、いくら出し、まあ出し子は、まあ、出し子でまたね、うんうんうん、あれですけど、だ僕は月に2000万とか稼いだ時期があったんで、それで、まあ、稼いだって言ったらおかしいですね、2000万円自分のところに、まあ、入ってきた、はい、これぐらいですね、厚みで言えば。見たことないし、これぐらいって1000万、ゆきちですよね、全部。そうですね、全部ゆきちです。全部ゆきち、こんななんか分厚いバームクーヘンとかそういうのしか見たことない。そうですね、そんなこともありましたね。はい、まあ、これが特殊詐欺で、まあ、グループが、まあ、簡単な分担方法でも大体はもう大体これですね、ほとんど、うん、どこのグループもほぼほぼこれでやってます。すごい、はい、そうですね。でですね、まあじゃあ、うん、そのお金を、まあ、さ、奪うんですね、まあ、奪うんですけれども、うん、被害者の方がですね、じゃあその特殊詐欺のお金の流れって、まあ、どういう感じになってるのかなっていうところ、まあ、今ちょっとあの話したところと重複するんですけどね、うんうんうん、まずお金の流れとしてはまず被害者の方って言いますよね、うん、で被害者の方が受け子と出し子にまずお金を渡しちゃいますよね、うんうん、お金とか、でその後その出し子とかがお金を出したお金は運び屋の方行って、運び屋がまとめ役とかリーダー、まあ、僕の方にっていう感じですね。そうです。で、その僕が、詐取した金額の大体まあ 20% とか 30% とかをポンともらって、まあ、だから1000万取ったら、まあ、200万300万自分のところに入ってきて、で運び屋は1回1万円ぐらい渡して、ああでも1万なんですね、1万円ですね、はい、まあ、何のお金かわからないんですよ。あ、てかお金かすらもわからない。あ、もしかしてよくあるこういうやつですか。こういうやつ、こういうカバンですか。こういうカバンじゃないです。普通のあれですよ、あの伊勢丹の袋とか。もうその中に現金ポンって入れて。怖っ。いや本当そんな感じです。はい。現金ポンって入れて、でその上になんかお菓子とか置いたりとか。ああ、はい。あ、じゃあ運んでる人は、うわ伊勢丹のお菓子か、すげえなって感じですか。そうです。でもなんかパッて見ると、もう何でまた入ったりとか。そういう感じですね。はい。で受け子とか出し子とかかけ子の人に、うんうん、まあ大体 10% とか 15% ぐらいの金額をまあ渡していく、うんうん、まあその詐取した金額の、うんうん、だから
まあ、ただそれが例えばじゃあ50万だったら5万とか、うん、それぐらいですね。まあ、そういう感じでお金がまあ流れていくってことですね。であとはそのまとめ役の人が、例えばそこでかかった事務所の家賃とか電話代とか、まあ、いろいろその口座を買うとか、まあ、口座もだって1枚5万とか6万とかするんで、すごっ。もちろん犯罪ですからね、口座を売るのも買うのも。そうですよね。そうです。だからもうひたすら犯罪しかしてないんですよすごい。全部犯罪。わあ。そう、そういうことを僕はやってましたね。うん、3年目、プナイムさんと特殊詐欺犯罪。まあ、僕がね、そのまあ、いろんなその詐欺事件、まあ、詐欺をやっていたんですけれども、あのまあ、僕はその特殊詐欺の主犯だっていう話をしたと思うんですけど、はい、あの僕はですね、その何のじゃあ特殊詐欺の主犯かっていうところなんですけど、まあ、さっき出てきてないんですが、実は僕はあの老人ホームの入居権、名義貸しトラブルによる、まあ、解決名目の詐欺という。詐欺。ホームの入居権、の名義貸しトラブル解決名目による詐欺事件。やばい、漢字が並びすぎて。並びすぎてるね。老人しか分かんない、はい、そうなんですよ。まあ簡単に言うと、名義貸しは犯罪ですよって言って解決するにはお金くださいねっていうトラブルの、まあ、あの解決名目の詐欺なんですよね。はい。でその詐欺事件で、まあ、僕はあの特殊詐欺の、まあ、その主犯をやっていて、まあ、15年に、はい、逮捕されました。8年前。約8年前ですね。はい、そうなんですよ。まあね、本当にあのひどかったですね。ひどかった。特殊詐欺を僕は主犯をやってた時は本当にひどかったです。ひどいってどういうこと？食生活がひどいとかそういうわけじゃないですよね。いや、もうあのやってることが、あの人間ではなかったですね。はい、あの鬼滅の刃でいう鬼ですね。ああ、ムダ様だったんですか。そうです。うもうもう人をなんていうんですかね、うん、欺いて蹴散らして、人なんかどうでもいいと、うん、鬼にしていく。そうです。もう自分さえ、そうです、うん、自分さえ良ければどうでもいいと、ひたすら人間食って人間食って、自分がどん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 、あのなんていうのか、私腹を肥やすというかね、もうそういう感じでずっとやってったんで、もうひたすら金金金しか追ってなかったです。わー、すごい。はい、もうそんなようなことでやってましたけど、でも、本当にね、でも思うのはね、いいことないなって捕まってから思いましたね。逆になんでそこまでこうお金に執着してたんですか。お金に執着してたのは、なんだろう、そのやっぱり、あの当時は、まあ、僕あれなんですよ、23歳ぐらいから実は詐欺の世界に入ってて、すごい。そうなんですよ、はい、でそれまではまあ役者とか、まあ、お笑い芸人を目指してたんですけど。だからツッコミのキレがいいんですね。 ありがとうございます、はい、今日すごいツッコまれんなと思ってびっくりしてました。そう、まあ、そういうのがあったんですけど、まあ、でもそのお笑いとか、まあ、役者やってる時、目指してる時に、水商売をやってて、でその水商売のお客さんから、ちょっといい仕事あるよと。あ、はい、まあ、今の闇バイトみたいな、いい仕事あるから、よかったらね、あの50万から100万ぐらい稼げるからやってみない、昼間の仕事でさ。で行ってみたら、さっきちょっと出てきた融資保証金詐欺っていう、おー、はい、金融業者を装ってお金を貸しますよ、でもあなたはお金を貸すには保証金が必要だから、いくら払ってくださいね、すぐ貸しますよっていうのだったんですよね。でそこで従業員として、まあ働くようになってしまう。従業員扱いなんですね。そうです。へ、でそれはなぜ働いてしまったかって言ったら、周りの人たちのやっぱりそのなんていうんですかね、もう派手なお金の使い方、あ、またその見ない、もうね、今で言うだからインスタ映えで、インスタなかったですけど、今で言うインスタ映えみたいのを目の前にやっぱしちゃったんで、リアルにインスタ見たらいいなって思うじゃないですか、うわ、なんかすげえいいとこでご飯食べてる、わ、なんかこれ買ったんだ、いいなとかなるじゃないですか、それを目の前で見てるんですよ。ああ、したら俺もこれになれる、なりたい、ベンツ乗ってる、いい時計してる、財布の中に100万すぐ入ってる、すごいじゃないですか、あ、俺もこうなりたい、キャバクラとか行ったらもうバンバン奢ってくる、シャンパン入れる、
パンパンパンですよ。もうそんなの見てたら自分もやっぱそこに行きたいわけじゃないですか。だからどん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 そのお金ってやっぱすごい、なんていうか自分の夢を全部叶えてくれる。あ、お金があれば何でもできる、俺は無敵になれる。確かに。お金があれば誰でも言うこと聞く。あ、そう。じゃあとにかくお金を稼いでやろう、うんうんうん、って思ったのが、うん、まあ、きっかけで、そっからもうずっとこう詐欺をやっていくことになるんですけど、うん、気づいたら主犯になっちゃったみたいな。そうですね、途中一回辞めた時期もあったんですけど。あ、そうなんですか。はい、辞めて、まあその、うん、なんだろう、またお笑いとか役者を目指すようになるんですけど、まあ、結婚を機に、お、はい、まあ、結婚もしたんですけど、お、はい、結婚を機に、またその詐欺をやるようになってしまう。まあ、僕自身が高校中退で、で学とか、まあ、その何か資格的なものもなかったですし、で、まあ、食わせていかなきゃいけないと。だからじゃあどうしようかなって考えた時に、そのよかったらじゃあこういう仕事あるかどうやってみないって言われてやったのが未公開株社債の詐欺っていうのがあるんですけど。やべ、すごい、なんか漬物の名前かな。株食べたいな。そっちの株。美味しいけどね、冬の株は美味しいですけどね、はい、時期ですからね、時期ですからね。そう、そっちじゃなくてね、そう、うん、あの株式、未公開の株式もありますよ。はい、でそれをあの80万円で売ってるんですけど、あのあなたがもし買ってくれたら、うん、うちが150万で買い取りますよ、うん、そしたらあなた儲かりますよねって言って、でも結局そのなんだろうな、買い取り業者とその株を売ってる業者っていうのは裏でつながってて、買い取りもしないし、ただ単に騙して買わせるだけ。はい、あ、まあ、そういう詐欺をやったりとかもしてて、はいはいはい、でそっからその老人ホームの入居権詐欺に行って、うん、あ、なるほど、はい、まあ、捕まってしまったっていうところなんですけどね。へえ、すごい。まあそんなことがありました。特殊詐欺犯罪のまとめ感想。まあちょっと前半はね、うん、まあ、こんな感じで、はい、特殊詐欺の、ことについて勉強しましたが、二人どうですかこの話を聞いて。いや、知らない詐欺めっちゃあるんだなって身近に、うん、自分もいつか本当に騙されるんじゃないかって不安になりますね。あ、怖いですね。怖いし、おばあちゃんとかが心配になりますね、自分の。おばあちゃんね、ご自分に。しゅんちゃんはどうですか。いや、なんかちょっと逆にすごい口がうまいって言われたんで、うん、任したい気持ちが出てきた。あ、任したい。任したい。口で勝ちたい。なるほど。でも戦いたくない。戦いたくない。二人とも高齢者のおじいちゃんおばあちゃんいますか。はい、まあいるっちゃいるんですけど ね、 そうですよね。ちょっと会ってないですね、久しぶり。あ、じゃあちょっとね、はい、今日の、うん、話とかをちょっとぜひおじいちゃんおばあちゃんにね、うん、あの話をしてあげてほしいですね。てれれん、あれあれ、シュンシュン、え、シュンでも今わかるのかな。もうこの間あの母はね、はい、おじいちゃんに会ったりしてるんですけど、おじいちゃんとか言ったら、お、シュン元気か、今40ぐらいだっけって、そんな年取ってねえわっていうね、ツッコミを家でしたぐらいなんで。はい、元気ですね。そうだからね、まあ、元気にボケてるんですけどね。大丈夫かな。でも本当にね、あのコミュニケーションがすごい大事なんで、とにかくやっぱりまあその1ヶ月に1回でもいいから、あの電話してあげて、何してるのとか言ってあげるだけでも違うんで、こういう詐欺が起きてるから気をつけてねって言うだけでもやっぱ違うんで、だからそれは2人でやったらなと。はい、私は40じゃない、何年取ってない、の時期だ。じゃあ、例えば前半ってことは後半もあるんですか。後半もあります。後半、はい、後半は闇バイトについて、あ、漫画で見るお話をさせていただきます。はい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 、はい、はい、前半はここまでで、はい、はい、はい、今日はありがとうございます。ありがとうございます。まだまだ続くよ。この番組はサニー、サニタラの専門店 e プロジェクトジャパンがお送りいたしました。